いや違うね、それね、ごめんなさい、ちょっとネタ合わせしてたんですけど、今のは急なアドリブでフリーです、ごめんなさい、今のは何でもありません。はい、じゃあ今からね、今まではなかったことにしてください。はい、順番にいきましょう。誰も喋れませんので、松下先生と言いますけど、私が、皆さんに伝えますので、ドアラ君とシャオロン、パオロンとね、一緒に楽しく体操をやっていきましょう。じゃあまずはじめに体操をやります。準備体操、みんなラジオ体操って知ってますか？知ってる？やったことある？いいですか？ドアラ君がね、あのこの間 CD 出したの知ってる？ DJ ドアラって言って、こうね、キュッキュッキュッってかっこいい CD 出したんだけど、あの編集のプロですから、今日はあのみんな用に分かりやすいラジオ体操を準備してくれてきてますからね、あのそれをみんなで一緒にやってみたいと思います。みんなじゃあちょっと広がろうか。はい、いいですか？じゃあラジオ体操お願いします。伸び伸びと深呼吸。はい、ありがとうございました。ドアラ君がね、簡単に編集してくれました。皆さんもできましたよね？大丈夫ですね。でもね、これちょっと準備運動にはちょっと短いので、今からドアラ君流の、準備運動をやってもらいましょう。今からはね、みんないいですか？ドアラみたいにバック転やりたいぞ。はいはい、あれいないですね。ドアラみたいに宙返りやりたいぞ。はい、いないですか？あれ終わりですかね、これ。あ、いますね、少しいますので、じゃあドアラ君の今から真似をしてもらいます。バク転できるようになるために、ドアラ君と同じ動きをしてくださいね。ドアラ君流の、準備体操です。それではみんな真似してね。よーい、スタート。あ、みんな真似して真似して頑張って。何の運動かはよく分かりませんが、頑張れ。大丈夫かな、みんなついてきてる？頑張れ頑張れ、みんな変な踊りだけど一生懸命頑張って。なんか変なおじさん登場しました。大丈夫ですか？あれ、気をつけちゃうよ。手を上げて蹴る、みんな蹴る、動いちゃダメだよ。そして最後はダブルピース。みんな足も動かして、足も動かして、はいはい、終了です。どうですか、バク転できそうですか？まだ無理ですね。はい、じゃあね、今のちょっと準備運動にしてはちょっと難易度が高すぎたと思うので、今からせっかくさっきも言いましたけど CD 出したから、 DJ ドアラの曲に合わせて、みんなで準備運動したいと思います。みんなね、ドアラの DJ ドアラの曲聞いたことある人、はい、あ、結構いますね。聞いたことある人は分かると思うんだけど、ドアラの、ね、曲が始まったらみんなかけっこ、足、いいですか、やってくださいよ、みんな。そして手拍子、いいですか、いいかな。曲が始まったらみんなやるんだよ、いいですか。はい、それではドアラ君が編集してくれました皆さんに分かりやすい、準備体操です。それではミュージックスタート。はい、みんなまずは駆け足、はい、手拍子、なんか違いますよね、違いますね、はい、ちょっと編集、間違ってしまったみたいなので、もう一回やってみます。みんなもう一回、今のもっと元気よくやってね、駆け足しっかりやって、手拍子しっかりだよ、いきますよ、今度が本番です。よーい、スタート。あ、みんな駆け足、手拍子、大人の方みんな笑ってくださいね。ドアラ君頑張って編集してきましたから、これあのごめんなさい、子供向けと言いながら大人向けのショーになっておりますので、今のはね、ちょっとこれで大人向け、ごめんなさい、もう全て終了しました、ネタ切れです。はい、じゃあ今からが本番です。今まで何だったんだっていう話ですけど、じゃあみんな声出して先生と一緒に準備体操します、いいですか。